座じゃない。銀座じゃないけど、あんまりお金なくて。お金はあるでしょ。もっと遊ぶ金が欲しくて。でもやめられないのね。うん。もう家で行ってください。やめて。京平さんといえばクズ。 I am クズマ。 I am クズマ。このクズキャラなんですけども、本当にクズなことをしたらメンバーどう反応するのかなっていうのを見たいということで、題してクズな男がメンバーの財布からお金を取ったらどんな反応するとき。イエーイ。全部取っちゃうからね。俺がやってもね、ないのに違和感あんまり。俺クズだから。なぜなら最低やから。後々スターボーさん、大輝さん、はい、セイキさん、はい、るので、はい、一人ずつちょっと反応見たいということで、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。レッツクズ。携帯取って。はぁ、無理。うん、違う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 、お前の携帯じゃない。あ、やった。何食う？出前なんかさ、寿司とらない。銀の皿以外俺寿司って認めない主義なので。いや、そっか。いや、今ちょうどいないから。これ、お前らじゃないでしょ。いや、いや、俺らじゃない。うん、じゃあいいじゃん、別に。バレんでしょ。いや、何する、面白くない。いや、面白くないとかじゃない。だって普通に俺結構ガチだよ。そうでしょ。怖い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 。え、なんで平気でそんなこと。どこ行く、飯。俺を動くからさ、どっか行こうぜ、トイレ。こあんさがまさかの。いや、いいよ、今日飯、いいよ。だりは、出たー、乗り悪い。結構あるよ、おごりたかったな。お前がおごるっていう行動が俺気持ち悪い。そう、今日はご飯なし。なし。お前金取ったろ。ええ、俺見てたよ、店見。めっちゃ取ってるやん。は、全部取ってるやん。ごめんごめん。お茶っけ、お茶っけ。ごめんなさい。いや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 、ドッキリですよ。これはやめようみたいな。さっさっさ、今行ってるじゃないですか、コンビニ。 あ、はいはい、あいつらにも仕掛けます。トゥルトゥルトゥルトゥ、この部屋熱ない。すべて小島大輝のせいなんだよね。リポートした。全部そうなんだよね。全然最近やってへんくて全然似てない。よし、オッケー。共有します。よっしゃ。もいや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 、怖い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 。もらえない。今言ったじゃん。経路入ったらさ、入れるからさ。どうしたどうした。怖い、これめっちゃ怖いんですけど。どういうボケやもん。ボケじゃないって。大丈夫大丈夫大丈夫。全然大丈夫。そういうのいらっしゃる。黙っててくれ。ボケでしょ。いや、ボケじゃないよ。え、まあそれ、本当は本当だとマジでやめときゃ。いや、でも本当にやらなくてか、ちょっとバレないだろうし。そしたら俺貸すよ。それはやめときな。じゃあマジこれダメ。本当に信頼関係があるから、俺が ST スタジオっていう。下に来てるから。マジで。何よお前。この二人。こっちにね。あ、これでいいの。うん、こっちに。今日、うん、お前さ、はい、金取ったっしょ、金取ったっしょ。ダメだ。正直に言おう。ごめん、取った。最低や。え、いつ。いや、さっき取ったじゃん。大輝見てた。俺も見てたし、大輝も見てたっていうか、なんかその金ねえって差し始めて、こいつが。あ、止めてくれた。それは止めた。それはもちろん。なんで今言ってくれた。さっきいつとか言ってた。結構ごまかしてん。ごまかしてる。どういうこと。大輝お前最低やな。んで俺。謝ってよ。共犯なの俺これ。ちょっとダメだ。ドッキリです。そう、まあ、あれドッキリなの。これこいつポケット入れてさ、チャックまで閉めて。あと一人いますね、うん、正義が下に来た時にまた同じドッキリやります、はい、で、どう反応してくれるのか。メンバー多いですから、ね、まあ、止めるか。行くと思いますけどね。さすがに。でも俺、気持ち悪い。まあまあまあ、いいでしょう。サムネイルね。俺様のキングダム愛が伝わったか。そういうことじゃん。そうそうそう。お前すげえよな、ほんとに。ほんと細かいとこまで行くよな。
Let's go fading っていう感じやどうなんだクリスチャンレブタンどういうボケお前ちょっと待って、俺あんま見てなかったえ、これ何グッてね、のポケット入れてたえ、なんで抜いたのえあー、お前これいやこれじゃねうわ、お前いねえから、いいかなと思ったいねえから、いいかなっていう問題ちゃうよってことまあ、ケル入ったら今入れとくから今だけちょっとパク出してもらうねえ、すっきり普通に、まあ、いねえからいいかなっていうその感情だけですその何、意味がわかんない犯罪者まだ止まらんかまだいけつない猛虎タンプロスピンを見たダメダメダメやばくないやばいみんな似とくプラスなんと彼女役に長尾マリアが起用されるダメダメ一旦上行きましょう上3人上行ってあほらネタじゃないネタじゃないけどあんまりお金なくてお金はあるでしょもっと遊ぶ金が欲しくてな何をするのそれキャバクラとかいいでしょ行かなくて女にパパ酒飲ますのめっちゃ楽しかった気づいたらもう結構なくて一発でいくらぐらいかかってるんですか、まあ、リアル58,000何回も行ってんの3回めっちゃ無駄じゃないなってそのこれもお金は何も残らないでしょ、うん、治んないですね難しい今日はその上行って分かった、俺じゃあ右に行ってるガチだガチだいや俺もびっくりしたよ、あれ何が？ノリの財布から金をパクってたらしくてえなんか変なやつをつるんでるいやーいや、別にキャバクラ行ったとか言ってで、なんかそれにハマってるみたいなめっちゃなんか人が変わったような顔してカリンの親だからもうパクったんだよなとはやべえやつになんかつるんでるとか言って何回やったぞ、3回目とか言って3回直せんのって聞いたら直せないって直せないわやばいでしょ正義なんて言ったチェックそもそも信用できないそんな化け物みたいになってるんだもう一から説得するのも嫌だし、うん、YouTube もそうだけどもう一社増えるけど会社の方も全部信用だけでやってるからそれは君たちも分かってるんだけど逆に言ったらもう信用だけでいいみたいなとこあるから、うん、信用できる人がついてきてくれればいいみたいなあとは僕が何とかしますみたいな感じなんだけど信用できないってことはもう入れないっていうもう脱退みたいなもんですよ呼ぶやばいやつつるんでるつるんでないよつらない一人行ってんの、うん、行かないでしょ女の子に喜ぶ顔が見たくてさ見ついたんだよねで、ヤバいやつがいるの詰められたんでしょ誰高校の先輩で一人じゃないじゃんじゃあいや、それも嘘はいお前ヤバいってまず先輩といて割り勘俺は払ってるえ、お前払ってるなんでやいいように使われてるんだよ逆らえないって言うのあるけど女の子つけるのすぐ俺ってじゃあこのメンバーよりその人たちの方が大事ってことねうんで、もうやめられないのねうん出てってください疲れたのいやもうダメ無理話にならないえ聞こえた、うん、ちょっとそうドア開いたのもういいでしょえって俺からしろえって感じうわはいうわはい近いおらお前はいうわはいはいすいませんドッキリだードッキリだーありがとうございますもうドッキリって分かってたけどもすごいそう俺もうこうなるわサブちゃんだってもう止めたって言ってなかったらあれ回ってないでしょ回ってるよいや回ってるから一発目俺食らってその次大輝食らって、うん、最後はあなたです
いいんじゃない、正式に引退です。時は止まらない、聞いてくだけ。